こんにちは。こんにちは。サポート行政書士法人です。まあ、最近日本のビザはたくさんあって、自分のビザがどのケースに当てはまるのかわからないっていう外国籍の方が多いですので、本日は担当の詳しい方にお話をいろいろお伺いしてみたいと思います。はい、もし日本で仕事をしている人は、自分の配偶者と子供を日本に呼び寄せたいなら、この場合は一番当てはまるのは家族滞在ビザです。そしてもしその人はなんか結婚が決まった場合、例えば日本人と結婚したい場合は、その時に日本人配偶者のビザに入ります。そして外国人、日本で外国人と結婚した場合は、もしその配偶者の扶養に入る場合、家族滞在への変更が必要です。そして、学生は継続に、卒業して、継続に就職活動を行いたいなら、その時は特例活動ビザを申請することができます。そしてもしあなたは企業、開業したいなら、もちろん投資系ビザは一番当てはめます。そして、永住したい人はもし条件に満たせれば、永住ビザを申請できます。もちろん日本の国籍に入りたい人は、ビザじゃなくて非が申請できます。なるほど、たくさんのビザの種類があるんですね。そうですね。なるほど、ぜひいろんなビザがあってわからないという方はこちらの名古屋オフィスまでお越しくださいませ。はい、待ってます。